長崎で陶貿易が盛んに行われていた頃のことです。館内の唐人屋敷に近い加護町に伊勢屋というケチンボーの旦那がいました。ある時、日頃から仲良く付き合っていた唐人屋敷のあちゃさんが、一年ほど国に帰ってきますけん、と言って別れの挨拶に来ました。そして戻り際に、裏の土蔵の石垣の中に一つの青い石を見つけて、立ったりしゃがんだりして見ていましたが、不意に戻ってきて、大人、あの石売るよか、私買うある。と言いました。旦那はたかが石垣の石一つくらいと思って、よかたい、あんくらいの石はいくらでもあるけんやろうだい、ばってん石垣の石のけん一丁取ればあとが危なかけん、あんたが来年長崎に来たときゃクラブシーンすることをしとるけん、そんときゃあげうたい、と言いました。でもあっちゃさんは、大人、あの石今買うある、石垣直す金私出す、今ここに百両、新庄売るよか、と言って聞きません。あげん言うところを見ると、あの医者値打ちもんかもしれん、と考えて、欲の深い旦那はあちゃさんが300両出すと言っても聞かず、首を横に振りました。そうして当選が大鳩から出てしもうてから、その石を石垣から外して、玉人を呼んで磨かせました。でも、その石は少しも変わりません。そこで今度は、タガネを当てて割らせてみると、中から水がこぼれて、赤い金魚が一匹飛び出しました。旦那は肝を潰して、あいやー、もう、こらしもたー、あちゃさんから300両取り損のうた、と腰を抜かして死んだ金魚の前に座って、3日3晩ご飯も喉に通りませんでした。翌年になると、あちゃさんは約束通りにやってきました。伊勢屋さんも仕方がないので、舌打ちしながらみんな打ち明けると、あちゃさんは涙をポロポロこぼして、大人、あの石名前魚石中ある、たくさんたくさん宝、私生まれて初めて見た、あの石少し磨く、水の見えるところで止める、金魚泳ぐ見える、朝晩それを見る、心だんだん綺麗になり、たくさんたくさん長生きする、私の国へ持って帰る、王様喜ぶ、私売る、大金くれる、私一生心配なか、ここに3000両ある、この石買うつもりで来た、もう仕方なか、私運なかった、とこう言って、3000両入った風呂敷をその場に広げましたけれども、もうどうしようもありません。伊勢屋さんもポカンとし、あちゃさんも気が抜けたようになって、唐の国に帰っていったそうです。